六号インターチェンジは、山梨県西厚白郡市川三里町にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。中日本高速道路株式会社と、国土交通省の新直轄方式区間の境界で、あり、東 IC を境に、静岡方面は新直轄区間、中央道方面は中日本高速道路の管轄となる。東 IC の構造は、当初は平面、 Y 型で計画されていたが、建設コスト削減のためダイヤモンド型で建設されることとなった。中部横断自動車道計画概要。山梨県。2019年2月5日閲覧。地元及び関係機関との協議による6号 IC の形式の変更独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構、中部横断自動車道インターチェンジ名称が、 決定しました。国土交通省関東地方整備局交付河川国道事務所中日本高速道路株式会社山梨県2021年5月9日閲覧中部横断自動車道6号 i c マスホインターチェンジ間が3月19日15時に開通します中日本高速道路株式会社2017年1月26日閲覧 E52、e、中部横断自動車道新清水ジャンクション、富沢 IC、株温泉早川インターチェンジ6号 IC2019 年3月10日16時30分に、開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、 http://www.ktr.mlt.go.jp/. i 記者 /.koufu0000403 html2019 年2月5日閲覧 p512 中部横断自動車道新清水ジャンクション富澤 IC 株温泉早川インターチェンジ6号 IC2019 年3月10日16時30分に 開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.c-nexco.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュ pressr oom スラッシュニュースリリース、4469html2019 年2月5日閲覧、 ありがとうございます。